こんにちは松原美里です保育士さんの新人さんのためのステップアップコース今回は第5回目ということでよくね皆さんが困ってらっしゃる保育の中での子どもとの関わり方こういう時どうしたらいいのとかどこまで言っていいのとかでも言い過ぎて嫌われるのもつらいとか子どもが好きで保育士になったからこその葛藤っていうのがたくさんあると思います。今回はそこをひもといて あなたが保育者として軸を持ちながら気持ちよく子どもと向き合える、そんなきっかけを作っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。